今回ご紹介するのは函館市電の末広町停留場です。当停留場は日本の歴史公園100選に選定された元町公園の最寄りの停留場となっています。元町公園は函館山山麓にある元井坂の突き当たりに位置し、函館港を一望することができます。1454年、享徳3年に臼助氏と呼ばれていた公園付近に館が築かれ、その館が箱の形に似ていることからこの地を函館と呼ぶようになりました。当停留場は1913年、大正2年に元井坂下停留場として開業し、1943年、昭和18年に現在の末広町停留場と改称されました。ご視聴ありがとうございました。